福知山線ホーム2番乗り場。加古川線ホーム。右側が2番乗り場。谷川駅は、兵庫県丹橋山南町、池谷あざ中道坪にある、西日本旅客鉄道の駅である。大阪近郊区間の集団駅の一つ。地元では、谷川と濁って発音されることもある。当駅は、JR 西日本福知山メンテックが、駅業務を受託する。 業務委託駅で以下の二つの路線が接続する。両線の乗り継ぎは考慮されていない。これは、両線を管轄する支社が異なることや、両線をまたぐ利用者が極めて少ないことが理由である。ただし、接続時間が大きく空く場合は、福知山線の列車内ではあらかじめそのように案内される。また、かつて、阪神、淡路大震災により、東海道本線、 山陽本線が寸断された折には、迂回ルートとして接続が図られていた。なお、当駅は、福知山線側の福知山支社の管轄で、加古川線側の近畿統括本部は、隣の釘村駅以南を管轄する。両社の支社表は、当駅の場内信号機ではなく、釘村方にある道路との立体交差をくぐった地点に、ある。そのためあたり駅構内だけでなく、 閉塞区間の当駅方の約200メートルの間も、福知山支社の管理に置かれている。福知山線用の2面2線の相対式ホームと、その一部を切り欠き機式とした加古川線用のホームが1線、合計2面3線を要する地上駅。駅舎側が2番乗り場、向かいの1番乗り場へは、湖線橋で連絡している。加古川線乗り場は、2番乗り場福知山よりホームの反対側にある。 かつては、駅舎側から1番乗り場、古仙橋を渡ったホームが、島式ホームで2番3番乗り場、現在の加古川線乗り場は4番乗り場であった。1.2番乗り場の間にあった、通過線と93番乗り場の線路は撤去されている。福知山線と加古川線の線路は、駅の西側でつながっているが、行き来するには、釘村方の引上げ線に入り、 入れ替え作業をしなければならない。そのため、阪神・淡路大震災の迂回輸送の際にも、両線を通した直通輸送は行われなかった。駅舎は1938年に建築されたもので、運転取扱いの規模拡大によりたびたび増改築されている。現在では、待合室、改札口、窓口と事務室の一部だけが使用されており、 待合室の一角にはキオスクが営業していたが2017年、ゴロ閉鎖された。緑の窓口が1995年より設置され、マルスによる発見をしているが、企画切符などは一部のみの取り扱いである。窓口の営業時間は8時から17時30分。2021年3月13日から、福知山線で愛子家などの交通系 IC カードが使用できるようになった。 なお、加古川線に仕分けし、加古川方面は、愛古家などの交通系、IC カードは使用できない。福知山線は2番乗り場を本線とする一線スルーの配線で、行き違いがない場合、両方向とも本線の2番乗り場に停車する。行き違いがある場合、篠山口、大阪方面行きの上り列車は1番乗り場に入る。福知山線では、日中は、 篠山口駅発着の普通列車は1時間あたり1本、停車し、大半の特急、河野鳥は通過する。ただし、朝晩は大阪駅発着の列車もあり、ラッシュ時には一部の特急、河野鳥も停車する。加古川線の列車は1日9本のみで、12時台に1本、加古川行きの電車がある以外はすべて、西脇市行きである。兵庫県統計署によると、 2016年度の1日平均乗車人員は453人である。当駅は遠慮協本部の最寄り駅で信者の一定の利用がある。教団の行事が行われる毎月6日には特急の臨時停車や当駅泊まりの臨時快速が運行されていたことがある。また、鉄道利用促進を図るべく2007年度には近距離利用時の特急料金の一部を自治体が 女性する社会実験が行われ、当駅もその対象となった。しかし、駅周辺の人口の減少や、モータリゼーションの進展もあって、利用者は年々減少傾向にある。近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。おおむね田園地帯だが、住宅街も形成されている。また、近隣には、旅館や食堂などがあったが、現在は閉店となっている。 なお駅前の観光案内所は閉鎖されたが、空きテナントとして建物は現存している。駅前に新規グリーンバスが発着している。運行本数が緊張のため、利用時は要注意。ありがとうございます。